神保隆博は、北海道苫小牧市出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。プロでは、育成選手であった。苫小牧市立沼の橋小学校3年地に、沼の橋スポーツ少年団で野球を始める。苫小牧市立沼の橋中学校時代は、軟式で、投手・保守として、全道大会ベスト8に進出。北海道栄子時代は、2年次の夏、 三年時の夏の南北海道予選決勝でいずれも駒台とマコマイに敗れ準優勝。高校卒業後は、関子新学生野球連盟に加盟する平成国際大学に進学。二年次から中堅種のレギュラーに定着するも、全国大会出場への出場経験はなし。二学年先輩に、牧田和久がいる。大学卒業後は、 兵庫県の社会人、クラブチームの強豪トータル阪神に入団。1年目の2009年から3番、中堅守として活躍し、第34回全日本クラブ、野球選手権大会で優勝を果たす。同年の兵庫県社会人ベストナインに選出される、2011年トランシス2遺席、第82回都市対抗野球大会の北海道地区予選では、 一時予選突破に貢献。このシーズンでは22試合で14盗塁を記録。2011年10月27日、プロ野球ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから育成1位指名を受けた。背番号は133。2012年はファームで65試合に出場。主にダイソー、守備固めの出場のため打数は29にとどまったが、一方で、 チームトップとなる16盗塁を記録した。2013年はイースタンリーグでチーム5位の75試合に出場。173打数、打率。272、本類打三盗塁はチーム2位の11盗塁であった。2014年10月3日に球団より戦力外通告を受けた。10月31日、自由契約公示された。対談後は、 2015年より、六家庭南式野球部に所属。50メートル5.9秒、遠藤約120メートルの瞬速強剣。外野手登録であるが、2012年には、イースタンリーグ公式戦において、遊撃手で4試合に出場している。ありがとうございます。